アツアット日本一周抽選配信を開始しました。ココちゃんさん、いいおはよう。よいしょ。いや、飲みたいコーヒーがなかった。ココちゃんさん、おはようく。おはようく。おはよう。雨は降ってきてるし。ぶつぶつ大仏さん、おはようございます。おはようございます。さて、どこだっけ、次行くの。ぶつぶつ大仏さん、今日は雨ですね。そうなのさ。そうなのさ。あ、違う、これじゃね、こっちか。あれ、どれだっけ、どこに行くんだっけ、これ。あれ、持ってねえや、俺。左右が来るのを待つか。ぶつぶつ大仏さん、今はどこですか。今ね、滋賀。でもねっちさん、おはようございます。少しお天気悪いですね。ねっちさん、おはようございます。天気悪いね。いや、昨日一応イベントだからさ、12時過ぎまでやってたら完璧に寝坊したよね。ぐっすり寝てたわ。ありがとう。左右が来ないと分かりません。どこに行くんだっけみたいなルートが分かりません。ぶつぶつ大仏さん、わら。私の秘書がいないとどこに行くか分からない状態が、なんだこれって感じで。朝っていうか10時ぐらいに起きて朝ごはん食べて、雨降ってなかったんだけど、そろそろ行く準備しようかと思ったら雨降ってきましたよね。本当に。よいしょ。ぶつぶつ大仏さん、もう福井は終わったんですか。ほとんど終わった。何個か残してるけど、休みの関係上、さあ、さゆまるさん、おはよう。おはよう。すいません、行き先がわからなくて困ってました。さゆまるさん、湖北水鳥ステーション、太宰さん、姉妹の里、いぶきの里、大見母の里、せせらぎの里、コーラー奥、永源寺渓流の里、ぶつぶつ大仏さん、さゆまるさん、おはようございます。マツアット日本一周中さん、湖北水鳥ステーション、太宰さん、姉妹の里、いぶきの里、大見母の里、せせらぎの里、コーラー奥、永源寺渓流の里、さゆまるさん、次は湖北水鳥ステーション、湖北水鳥ステーション、15分。
スタンプ9時から17時。火曜定休 0749-79-8068。さゆまるさん、大仏さん、おはよう。ありがとう。よっしゃ。行こうか。ありがとう、さゆ。交通規制に従って運転してください。どっから来たんだっけな。さゆまるさん、道の駅への電話が長くなって遅れてごめんわら。いいえよ。申し訳ないでございます。多分ね、あっち行ってもね。ぶつぶつ大仏さん、いぶきの里行ったことあります。ほんと。いぶきの里。よし、あっちにローソンがあるからこっちで、間違いないぞ。行こうぜ。Lの T シャツが小さくておへそが出そうになる状態になってきました。これは完璧に太りすぎです。マシューコなの？もしかしたら。もしかしてこれはマシューコの周りを走ってるんでしょうか。ユン、お、お、さんおはよう。バックスラッシュキャレット、オーキャレット。今日も一日ご安全に。バックスラッシュキャレット、オーキャレット、スラッシュ。ありがとうございます。毎日の好きにしてくれてありがとうございます。ぶつぶつ大仏さん、琵琶湖。さゆまるさん、ゆんちゃん、おはよう。米印、キャレット、キャレット、アスタリスク。やっぱそうなのか。周りを走りたいな。ゆん、お、さん、おはよう。アスタリスク、キャレット、アスタリスク。
に。朝ごはん、おはよう。そばと、ざるそばとうな重です。ミニうな重、900円。あったんだけど、船寿司食べる気になれなかったんだよな。船寿司もさ、あの食べれるやつと食べれないやつあんだよ。失敗したくないから頼めなかったね。丸さん、お腹痛い。まだお腹痛いの？まだお腹痛いの？コーヒー飲みたい。飲みたいコーヒーがなくて。ラウドさん、ふなーずしーねー。ふなーずしー。ふなーずし食べれる？ほんと食べれる人と食べれない人いるよね。さゆまるさん、船寿司食べたことない。うん、微妙なんだよな。ええな。いや、味噌汁飲みたかったな。さゆまるさん、道の駅調べてて、え、船ってなった。船。ようやくまったりでいいね。いいね。本当だね。それでも40枚もらえたはずだから。さゆまるさん、手が楽わら。40枚もらえたはずなので、5日間は大丈夫だと思います。
よかったね。はい、ありがとうございます。さゆまるさん、今日のランチは雑草。雑草？いいよね。結構あの歯に挟まる雑草もあるから気をつけてね。さゆまるさん、たまに贅沢してもやし。ありがとうございます。出してて誘致と極からできるんだろうか。無理だなきっと。トイレで座りながら食べるしかなくなっちゃう。いや久しぶりに左右を見れるかと思った。その極からの辛い顔してる顔を見るのが昨日見れなかったからな。さゆまるさん、まだ言ってるわら。クソ寝てたからな。おはよう。さゆまるさん、なおちゃん、おはよう。なおさん、さゆちゃん、おはよう。なかったような人は大丈夫かな。なおさん、雨だね。雨なのさ。
さん炎上。あ、なおさん三姉妹の里って気になる。三姉妹の里、美顔機能で化粧したら2丁目みたいになったわら。再検索します。なおさんわらわらわら。ルートを再検索します。ルートを再検索します。あ、ここ夕日が見えるんだ。さゆまるさんメガファービーみたいだた。ないでしょ、あなた。よし、着いた。さゆまるさん道の駅湖北水鳥ステーションに到着。到着。さゆまるさん、いやマジだよ、誘致にも言われたもん。なおさん到着。到着。あ、ココアさん、おはよう。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あれ、ここ、あ、じゃなかったね。一番ありがとう。美味しかったよ。ちょっとね、麺太めだね、こっち。一番。一番あれ違った。いい、いいんですよ。いらっしゃい。怪我若干太めだったね。うん、俺どっちかって細めが好きなんだけど。ここどこだったっけ。水鳥ステーションか。看板がねえな、全然。わかんない、さっぱりわかんない。ごめんなさい、違う。いや、俺は、ね、恐怖なんだよ。
あれ？シノアの8番やった。これなんか違うところに何か押したような気がするな。合ってるよな。サッカーに行くね。合ってんな、合ってんな、合ってんな。よし、さっきもね、船寿司あったんだけどね、船寿司セットというのがあったんだけど、いや、合ってた合ってた。なんかよくわかんないんだわ、これ。合ってる合ってる。おふくろ亭です。あ、みさいくらすんのかな。ちっちゃいやつと大きいやつだろ。結構リーズナブルだよ。北村陽子さん、うん、手作り味噌がある。結構、まあ、まあまあのお値段で、ね、ご苦労様です。北村さん、ご苦労様です。サバ寿司、あ、お土産買ったよ。うん、おはよう、おはようございます。いや、琵琶湖戦国稲荷、うん、コーヒー買いたい、コーヒー。天気、天気。コーヒー、コーヒーかな。ふふふ。痛くて寝れなかったの？で写真撮ればいいけど、これなに？コーヒー、コーヒー、とりあえずコーヒーと、ありました、これにします。どうしたの？病院行ったの？行ってないの？
行ったの？骨折はしてなかったの？微妙だったのか。微妙なのか。すごいが薄くなっちゃったよ。コーヒー買ってないよ。さゆまるさんへ。さっきコーヒー買ってなかったんだから、おいしい、飲みたいのがなかったから買ってなかった。今買った。さゆまるさん、次は、浅井さん姉妹の里、浅井さん姉妹の里、20分。スタンプ9時18時、浅井さん姉妹とは織田信長の妹のお市の娘たちである。0749-74-1261-20。織田信長の妹。泣かぬなら泣かせてみせよう、ホトトギス。さゆまるさん、それ八学内。あら。目的地を設定しました。あれ、織田信長ってなんだっけ。さゆまるさん、剣を下ろしてしまえ。殺してしまえ、ホトトギスか。泣かぬなら。交通規制に従って運転してください。よし、ボケてる。たっちゃん、さん、こんにちは。こんにちは。さゆまるさん、たっちゃん、おはよう。ちょっと戻る形か。ボケてる。たっちゃん、さん、こんにちは。さゆまるさん、昨日ブチャイク見に来てくれてありがとう。わら。ね、あれを取ろうね。たっちゃんも見たの？
ないなこれ。いやこれ合ってないな。どう見ても合ってないな。これは間違ってるな。山に上がっていかないもんな。ナビコがなんか勘違いしてるような気がする。あ、本当だ。ルートを再検索します。バグってるね。ちょっと取り直すかな。ダメだな。読み上げがダメなので一旦終了。うん、ごめんね。